はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は羽生九段対梶浦六段の第33期竜王戦挑戦者決定トーナメントの結果速報をやっていきたいと思います。将棋は梶浦六段の先手で横歩取りの青の竜になりました。序盤に端の位を突き越すという意欲的な指し回しを梶浦六段がしていったんですが、端にかけた手を緩手にさせるべく羽生九段が機敏に動いて有利になりました。その後は40手目から強烈な飛車切りを含む猛攻で有利を優勢に拡大していきました。そして梶浦六段も粘りを見せますが、羽生九段の指し手は的確で、ここまで4連勝と勢いに乗って竜王ドリームを狙う若手に全く差を詰めさせずにじりじりと引き離していきました。そして74手目に7七銀と踏み込んだ手も素晴らしく、一気に寄せの形を作っていきました。梶浦六段もなんとか頑張って一手違いの形を作っていったんですが、反撃もそこまでで、羽生九段が最後は鮮やかな即詰みに仕留めて、これで、挑戦者決定3番勝負に駒を進めていきました。3番勝負の相手は、あの藤井棋聖を下して勝ち上がってきた丸山九段になります。名人をはじめ様々なタイトルを獲得してきた非常に強いベテラン棋士で、羽生九段とも何度も対戦経験がございます。お互いに手の内を知り尽くした仲だとは思いますが、ハブファンの私としては、なんとかハブ九段のタイトル通算100期が見たいなと心から願っています。ちなみに、激辛流の丸山九段が挑戦するとしても、ハブ九段が挑戦するとしても、タイトル戦が始まる頃にはもう50歳になっておりますので、30年ぶりぐらいの50代棋士のタイトル挑戦ということになります。1990年に大山十五世名人が66歳11ヶ月で棋王挑戦して以来の記録になるということですね。で、7番勝負では豊島竜王は今一時的に調子を崩されているとはいえ、棋界トップレベルの実力の持ち主ですので簡単にはいかないと思いますが、なんとか羽生九段にあの渡辺竜王を下して永世竜王を獲得した時の再現を見せてほしいなと心から祈っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。